HP プライム HP プライムでアプリケーション一覧を表示 HP プライムで CAS を使っているところ HP プライムはヒューレットパッカード社によるグラフ電卓である。2013年10月に発売された。同社のフラッグシップモデル h p 5 0ムと HP39G がテキサスインスツルメンツの TI エンスポイアシリーズに 性能的に劣っていたため HP プライムが開発された。h p 5 0ムや h p 3 9 g などのサターンプロセッサーあるいはそのエミュレータを内蔵した機種との互換性はない。本機はスマートフォンと似た機能を搭載しているほか、2つの表示モードであるホーム表示と CAS ビューを持っている。この2つの表示は素早く切り替え可能で、この素早さは CAS モデルと CAS なしモデルの両方を分けて販売している、競合他社の電卓にはないものである。また、本機の PC 用エミュレーターも存在する。CAS はフリーかつオープンソースのザカス、ジョック1.1にエンジンを搭載している。この CAS エンジンは、HP49-50 シリーズに搭載された CAS システムの主任開発者を務めたベルナルド・パリッセによって、 開発された。本機は 1500mAh のバッテリーを搭載し、一度の充電で最長15時間稼働する。2016年現在、本機は縦 18.23cm 幅 8.58cm の世界で最も小型で薄い CAS 電卓であり、厚みは 1.39cm である。HP プライムは試験モードという機能を持っている。 この機能は特定の時間の間、電卓の各種機能を選択的に使用不可能にする。この電卓の一番上にある LED は試験モード時に点灯し、試験監督に試験モードに入っていることを知らせる。基本モードの時は他の HP プライムあるいは PC と接続しないとこのモードを解除することはできない。しかし、基本モードの場合、 テストモード前に作成した自作データが見られなくなるだけで CAS を含むすべての機能が使えてしまう。カスタムモードの場合、工場出荷設定のままでは何も制限しておらず、設定を変更することによって選択的に電卓の機能を制限できる。つまり、意識的に CAS を禁止に設定しないとテストモードでも CAS が使えてしまう。しかも、 設定次第で試験モードを手動で解除できるように設定できたりもする。このように CAS を確実に禁止することはできない。そのためか HP プライムは多くの試験で未だに使用禁止にされている。例えばアメリカ合衆国の大学入学試験アクトには持ち込めない。しかしオランダの K とスイスの IB。 カナダのアルバータ州教育局によって行われる試験では HP プライムを受け入れ始めている。HP プライムのホーム表示はテキストブック入力、アルジェブレイク入力、128レベル RPN 入力をサポートしている。しかしながら HP プライムの新しい OS は HP 社の以前の RPN、RPL クラフ電卓で使われた古い サターン CPU やサターンをエミュレーションするシステムと関連していない。それゆえにユーザー RPL とシステム RPL との互換性は完全にない。さらにサターンアセンブリ言語と ARMV4D アセンブリ言語との互換性もない。HP プライムは新しいプログラミング言語をサポートしている。HPPeople と命名されたパスカル風のプログラミング言語である。 HPPeople はアプリの作成も可能である。HPPeople はヒューリットパッカードプライムプログラミングランゲージの略であるが h p b ーシックを元にしている。h p b ーシックは HP38G とその後継機種に搭載された言語である。2013年に生産された最初のモデルはハードウェアリビジョンを A としている。リビジョン A はワイヤレス通信。 プライム同士を USB で接続する機能、データストリーミングをサポートしていない。2014年5月に発売された2番目に製造されたモデルはハードウェアリビジョンをシートしている。このモデルは最初に生産されたモデルに欠けていた機能をサポートしている。以上の3機能をサポートするようになった。ワイヤレス通信に使うワイヤレスキットは PC と接続する。 ベースステーションと30個のワイヤレスモジュールを同梱している。教室で使うことを想定しており、教師の PC にベースステーションを接続し、生徒の HP プライムにワイヤレスモジュールを装着する。教師の PC からベースステーションを通じてデータを生徒の HP プライムへ送信したり、逆に生徒の HP プライムからデータを受け取ることもできる。 2016年8月に発売された3番目に製造されたモデルはキーボードを読みやすくするために濃い青とオレンジ色を使った色調になった。このモデルは変更があったにもかかわらず、モデル番号を以前と同じ g 8 x 9 2に a とし、ハードウェアリビジョンもシートしている。2018年7月、HP 社は新しいモデルを発表した。 このモデルの大きな特徴は CPU を NXP の IMX6 ルマキン X6Y2 に変更したことであり、これにより速度が従来モデルの3倍にまで向上している。加えて a ムとフラッシュロムの容量も増加されており、フリールトスが搭載された。本モデルは筐体裏側に G2 と刻印されている。英語版を参照。 hp38ghp39 40シリーズ hp49 50シリーズ di エンスポイヤーシリーズ hp プライム hp プライム説明書 http コロンスラッシュスラッシュ110032ドットタブ UWUW1 ドット HP ドット コムスラッシュ CTG スラッシュマニュアルスラッシュ C05333009http コロンスラッシュスラッシュ110032ドット www1.hp.com スラッシュ CTG スラッシュマニュアルスラッシュ C04774052abhp プライムグラフ選択 アクトカルキュレーターポリシーハットエビ http コロンスラッシュスラッシュ www8.hp.com スラッシュスラッシュエンスラッシュイメージズスラッシュ hp プライムは、いや、レスキット d s ユスレター TCM245 から231万 6747pdf-https コロンスラッシュスラッシュ www.educalc.net スラッシュ1518486ドットページ -https 不キシといよ、r r e m b t h s t n j b c 0に。 http://www.hapmusem.org.fram.thread-11270post-12774?htmlpid-12774 u。ありがとうございます。